はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。8月は1日の木曜日でして、まもなく5時になろうとしていますね。今日は1時間ちょい昼寝ができましたね。で2度寝したろうと思ってね、ってしたら電話が出て、電話で起こされました。はい、まあでも別にいいんですけどね。この寝てる最中に起こされるのが一番嫌ですけどね。まあ大体ウィークでの昼間にですねその昼寝してて電話かかってきて起こるのはじゃあどうでしょう。はいって出ながるんですよ。はい、さて行きましょう。大紀元ですねにこんな記事が出てまして、日本の建設機械メーターかメーカー加藤製作所が中国市場から撤退を表明ということで、皆さん建設機械のでかいのにですね、加藤って書いてある、 KATO って書いてあるの見たことあるでしょう。この加藤ってね、日本を代表する建設機械メーカーだと私は認識してるんですね。で日本の建設機械ってね、非常に優秀なんです。世界一ぐらいちゃうかなと思ってるんですね。もちろんね、建設機械ってね、なんて言いますか、基本単純な作業をさせる機械でしょ。物を釣ったりとか、穴掘ったりとかでしょ。なんでですね、中国製でもですね、同じようなことをやる機械ってあるんですね、いっぱいあって。それも使ってられるんですけど、やっぱりね、現場でね、ものすごくこう、力のいる作業をするわけでしょ。やっぱり高性能の日本の建設機械とね、ちょっと物まねっこで作った中国の建設機械ではですね、なんていうか、こう現場のこう信頼度が全然ちゃうしですね、中国製ってよく故障するらしいんですよ。だからですね、本当にこの仕事ができるですね、現場では日本製が重宝されるんですね。まあでもなかなかね、その建設屋さんが買うわけですけども、建築会社が高い安いで考えれば多分日本製って倍以上するでしょうからですね、嫌でしょうけども、ただね、片や3年持たなかったのと日本の機械ごとは10年持ったっていうんだったら倍以上でも買うでしょう、普通に考えて。なんでその代表格がですね、日本の優秀な建設機械の代表格は加藤製作所で、この加藤製作所が今度ですね、中国から全面撤退するということがこの記事です。まあ、ずっと読んでいくと書いてあるんですけどもですね、もう2004年頃から進出してたんでして、で、ですね、2カ所に事務所と工場があってですね、それを両方とももう閉まってしまうと。でここ2年ぐらいは赤字ということらしいですね。まあ、でね、この後ですね、中国の建設市場がですね、こう急回復するなんていうことはちょっと考えにくいんですね。だからそのあたりもですね、十分考えた上でのですね、撤退ではないかなという感じですね。多くのユーザーが日本企業の中国市場からの撤退を惜しんでいる。この企業の撤退に関する動画がオンラインで注目を集めており、多くの人々が困惑悲しんでいると。特に現場でね、その作業している人って日本製の建設機械の信頼度ってのは抜群らしいですね。それはこの掘削機が有名ですけどね、加藤の場合は、加藤先生の場合は、他にもクボタとかありますしですね、まあ、いろいろありますよね。でやっぱしさっき言った理屈でね、中国製の安いの買うたらですね、3年持ったらええと思いますけど、3年しか持たへんのに日本製は軽く10年は持つということになれば、倍でも3倍でも買うわけですよね。いちいちその作業の途中で壊れて動かないようになったとかあったら、もうその作業止まるわけでしょ。そしたらそこでまた工程組み直さなあかんでしょ、建設現場っていうのは。やっぱりね、そういうこういい加減な機械使いたくないというのは、やっぱりどこの作業現場でも同じだと思うんですね。なんでですね、日本の建設機械っていうのはものすごく信頼性が高かったんですけど、今実は加藤だけの地方でね、他に何か聞きましたよ、撤退するっていうの。でもうあれだけ勢いよくですね、建設していた、何でもかんでもですね、建設していた、今多分中国の建設インフラの建設の現場が止まってるんですよ。だから加藤さんにも仕事がないわけなんですよ。だからもう撤退しかないやんと。
でさっきも言ったように急回復する可能性はゼロですからね、これからどんだけ悪くなんねんという話なん ですね、もうそこに活路はないわけでしょう。まあインドでも行くことですねいやもう行ってんのかもしれませんけども、まあこれ一つを見てもですね、中国の経済がですね、もう何て言いますかね、悪化の一歩をたどっているのが分かりますね。僕真っ先にここに来ると思っていたんですよ実は。中国の不動産バブルがはじけたと分かったのはですね、2021年なんですね、今から3年前かな。でその後ですね、マンション建設はですね一気にしぼんだはずなんですよ、2022年にかけて。でですね、その他ですね、インフラ建設もですね徐々にしぼんでいってるはずなんです。そうすると一番打撃を食うのはですね建設会社なんですね、日本的に言うところの。この建設会社に物を売ってる日本企業というのはこの建機屋なんですよ。建設会社そのものは日本にはあんまり関係ないですよ。で建設会社が使う鉄とかセメントとかは基本的に中国の企業でも作れるわけですね。ところがですね、中国の企業でもう作ってるけどもですね、品質に圧倒的な差があるのが建機、建設機械と呼ばれるものですね。クレーンなんかもそうですし、ユンボとかもそうですし、ブルドーザーみたいなのもそうですしですね、もうあれはですね、圧倒的に日本製が強いんですね。ただ僕中国の、ね、建設現場の写真があるといつも見るんですけども、日本メーカーのロゴがあんまりなかったりするんですよ。いやわざと向こうで作ったものはですね、それを違う会社にしてるのかもしれませんけどね、でも相当数の日本の建機が活躍しているはずです。で撤退するということはね、もうメンテナンスもしないってことなんですよねまあできないと言うべきでしょうかね。だからですね、何年かしたらもう加藤さんのですね、何年かって、まあ、10年ぐらいかかるでしょうけど、加藤の機械はですね中国から一つもなくなってしまう、あるいは日本から輸入したものしかなくなってしまって、さらに高くなりますよね。現地で作らずにですね、日本で作ったものをですね、輸出を、日本から言えば輸出をして、向こうから言えば輸入をするわけですけど、さらに高く作るわけでしてですね、まあまあしゃあないですねそれは。これからもこういう話はどんどん増えてくると思います。で中国の景気はいつまでたっても戻らないということですね。まあ作るべきもほとんど作ってますからね。でも作った先から壊れたり流されたりしてますけどね、中国の場合ははい、しょうもないお金工事をするからいけないんですはい、ということでございまして、ですね、このですね大起源ですね、日本の建設機械メーカー佐藤製作所が中国市場から撤退を表明というタイトルですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。